おうまい。アイスボール。誰。ビタッと。ストライクのボールって言われそうな感じ。はいどうも、ショーティビです。キズキです。のぞみです。ピン芸人のみかんくんです。ゆぽチャンネルのひろとです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、引き続きね。はい。もうどんどんやっていきますよ、早速。3本目ぐらいになるんで、テンション上げていかんと、みんなこうやっぱ下がってきますよ。4本目です。4本目になります。はい、4本目です。頑張りましょう。はい。はい、というわけで本日は、ビタ止め対決よっしゃー、ビタ止め。ビタ止めですよ。まあみんな知ってると思うよ。キャッチング対決ということで、はい、うん、キャッチングってやったことあります？未経験なんですよね。キャッチャーがやったことないんで、僕左なんで。左だから。はい。だからか。そうなんですよ。じゃあやめとくか。なんで？それを頑張るって聞こえます。はい、ビタ止めは。キャッチャーどうですか？やったことあります？中学校まで一応キャッチャーで。お、おろ。経験者。経験者です。うん。肩強いね。肩もね、強いですよ。キャッチングも上手いんでしょうね。そうですね。上手いでしょうね。上手いでしょうね。どうですか？中学校の時にやったことあります。マジで、はい、みんな経験者なんや。で、僕は自分は結構小中高でちょっとずつやってました。まあ、すげえなんか女の子みたいな、すごい可愛いミットですけど。ほんまやね。何のミット？畠山か。でまあまあキャッチャー側やからなんかビタ止めうまそうやけどね。なんか確かに、うん、キャッチャーやってそうな感じ。外野手です。ガヤッと有名ねえな。僕は投げますんで、はいはい、あのもうかっこいいこうキャッチングをしてもらって。なるほど、はい、その審査基準っていうのはやっぱどれだけビタ止めをしっかりできてるか。そう、ビタ止めしっかり止めて、うん、キャッチ、そして音がいい。音、あ、音か、はい、審査基準音なのね。音で2球ずつでローテしましょう。おー、でみんなで審査しましょう、はい、それぐるぐる回って、はい、ある程度。なるほどなるほど、わかりました。はい、はい、それではやっていきましょう。ゴー、グローブ、グローブやられてますよ。え、ビタの目でしょ、今のが。やられてました、今。今のビタッとでしょ。体まで動いてない。ほんまですか？全然やられてない。ほんまですか？あ、オッケーオッケーオッケー。これがビタ止めですね。いや、ちょっと違うよね、ヒロトね。コツはね、腕伸ばさないよ。伸ばさない。あ、そうなの？伸ばさないと、伸ばすと重力でこう押されちゃうみたいな。そうです。奥が深いね。こうだと力が入っちゃって、はい、落ちちゃうんで。あ、そうなんだ。はい、曲げたままでこう、どこ行って。いや、そうですね。はい、おお、なんか自然なキャッチングって感じですよね。おお、そんな感じですかね。こんな感じです。大丈夫、スピード、スピード怖えな。大丈夫、はい、いくよ。おお、あ、そうでも全然全然わかりました、わかりました。おお、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。ビタッとですよ。すげえいい。うん、よし、頑張る。すげえいいよ。お願いします。お願いします。いきますよ、いきます。もっとキャッチャーすごい浮いたね。いやいや、好きだ。下からこういいね。おぉ、ビタッと。なんか面白いね。面白い面白い面白い。うん、まあ、もう一周。いや、もう一周。姿勢がいる。お、姿勢がいる。おぉ、やっぱね、引くんだよ。上達した。一発目こうやったからな。姿勢がやばい、姿勢が。こんな感じ？いい感じ、いい感じ。ああ、いいですね。あ、覚えたよ。あ、これがビタ止めか。ありがとう、ヒロポン。ヒロポンもう、なんかもう当たり前に、当たり前や、やってるから。ヒロポンうまいよ。うまいわ。ほら、うまい。目の前でこう、ふって止めてる感じが。うん。いいよ、いいよ。静かに、リアクション、リアクション。僕なんかやりづらいっすよ。いやいやいや。2球見て決めようか。うん、こっか。コツはコツはもうちょい。ちょっと、ヒロポンがやっぱ教えてあげた方がいいんじゃないかな。引く、最初はもう力抜いて、はい、もう曲げた感じで、ね、お願いします。そうです、引く。おお、おお、いい、あ、うまい、うまなったね。あ、す
してません。今うまかった。今うまかったね。ビタッとや。ビタッと。あ、うまいわ。うまい。うまい。もうみんないけんちゃいますか。もういきますこれ。うん。僕も上達しましたんでね。ビタッと。ストライクでもボールって言われそうな取り方してる。さあ。持ってこなくてやり引きすぎこの来たとこにちょっと訳わからなくなってきたな引きすぎけど難易度上がってるけど難易度インタクやばいなこれ取れない可能性がおー残ってるヒロポンが安定してるんだうんやっぱりピッチングのうまさっていうかねどうですかヒロポンどうですか2球決めて2球見てあ、でも今の上手くなかったか今上手い、うん、僕のコントロールの悪さですおめでとうお願いしますよしよしよしそのやっぱ変化球のビタ止めは難しい今のは無理ですひたすらひたすらおうおうビタッとビタッとすごいビタ今ビタよビタあごめんなさいねあれ怖いなあれ超怖いおおストライクいいですよこの後のこの震えがいい感じいいでしょ少年野球っぽい漫画っぽいですよここそう、そう、もうヒロポンはやんなくていいんじゃないヒロポンやんなくていいんじゃないかなうんもうその枠まで来てる気がはいはい。あ、うまい。あ、うまい。うまい今。シャー。今一番良かったんじゃない？良かった今。うん。え、スライダー行く？はい、じゃあはい。行きましょう。よし、行こう。おお。うまい。めっちゃいいやん。うまくなってきてる。何で行く？まっすぐで。まっすぐだよ、最後の。シャー。気をつけろよ。お、うまい。あ、押されちゃった。負けてないよ、でも。あ、負けてない、負けてない。うん。何で行く？まっすぐで。じゃあ、行くわ。おおめっちゃいい、めっちゃいい。いいビタ止めでした。今めっちゃ良かった。はい。いいね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。どうでしたか、皆さん。逆にどうでした？ピッチャーから見て。いや本当に、いや本当に、はい、やっぱりこのね、フレームのね、はい、この場所、はい、ここに来た時にしっかり止めて、はい、取ってくれると、うん、ピッチャー嬉しいし、うん、審判的にもね、なんだっけ、うん、印象が強くなるんで、あ、そうだよね、そう、はい、そう審判側の意見よね、審判の人みたいなそうやな、そうですね、本当良かったですよ、キャッチャーが大事かって、キャッチャー大事ですね、そうですね、どうでした女性陣を見て、はい、翔平君やっぱ上手いっすよ。うまかったよ。うまいし、ちょっと様になってました。うん、ピッチャーじゃないんじゃないのみたいな。でもキャッチャーずっとやってんじゃないのみたいな。急成長見られてましたし。すごいですよ。やっぱナイスボールって言われたピッチャー嬉しいです。嬉しいっす、やっぱ。うん。ここで。じゃあ変化球投げようかなっちゃいますから。ここで稼ごう、稼ごう。そう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 。ここで。はい。はい。ということで、今回は、はい、みんなで、ピタ止め対決ということでやっていきました。誰が一番良かったの、はい、その翔平君に決めてもらうのが一番いいんじゃないですか。みんなで決めようと。みんなで来ます。せーの、はいみたいな。はい、一斉どうせ、はい。お、お、これはまさか3-0-0-3-2-2か。に。ということでじゃあゆずきさんの勝利です。すごいです。すごいわ。いや上手だと思う。やっぱこのナイスボールってかけてたのが良かったかな。そう。おうまい。ナイスボール。誰そこの全てね含めてキャッチング良かったです見た止めだけで言ったらねあなたっすねもちろんもちろんはい、いいけどはい、おめでとうございます、はい、何もないけどあるあるこれ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 ねはい、では今回コラボしてくれましたこの皆さんのチャンネルは動画の概要欄に貼っておきますのでチェックよろしくお願いしますお願いしますで本日の動画以上になりますチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますそれではありがとうございましたありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。Thank you.